ゆるっと簡単に理解しよう。カエルさんが教える優しいログ映像。ご注意、対象はこれから映像を学ぶ新しい世代の方に向けたものです。内容は分かりやすさを意図してあえて異なる表現をしている箇所もあります。最初に理解しよう。映像は色と明るさでできています。その色の表現できる範囲が色域といいます。これで表示できる色の表現力が変わります。明るさで暗いところから明るいところまで表現します。その表現力がダイナミックスです。一般的に〇〇ログと呼ばれるものがありますが、それらは色域の情報の表示を省略しています。 S ログなら S ログと S がマット、 V ログなら V ログと V がモット、F ログなら F ログとレック2020などがそうです。ログ映像が作られた理由。綺麗な映像を記録したい。まず最初に綺麗な映像ってどんなんかな。たくさんのいろんな色が記録できる。暗いところから明るいところまでしっかり記録できる。こんなところですかね。カメラメーカーさんは綺麗な映像を記録するために頑張って開発しました。ただそこで気がつきました。記録する方法がないぞ。記録したとしても見たり編集する方法がないぞ。普通の映像に綺麗な映像を記録。そこでいろいろ考えた結果、当時の普通の映像に詰め込んで記録することを考えました。明るさはログ関数という数字の数え方で、広いダイナミックスを普通の映像に詰め込んだ。これが〇〇ログと呼ばれるものね。狭いところに大きな情報を詰め込んだので白っぽい映像になっちゃったね。広くなった色域は入れ物の大きさを決めた上で情報の置き換えをして詰め込んだの。この時の決めた色の入れ物が〇〇がモットと呼ばれるものです。この場合も大きな情報を小さな情報に置き換えたので色が薄くなっちゃったね。そうやってできた映像がみんなの言う〇〇ログの映像なんだ。これらからわかるように映像というよりデータなんだ。ただここで一つの課題が出てきたんだ。こんな意見が出てきた。普通の映像に記録できるようになったのはいいんだけど、本当の映像と違いすぎるよ。そこで本当の映像のように見えるためにラットが利用されるようになったんだ。ここまでのまとめ。このことからわかるように、みんなが〇〇ログと言ってるものは実は映像ではなく、あくまでもデータなんだ。そのまま使うことはある意味、そのカメラの本当の能力を見てないってことでもあるんだ。なので、ちゃんと元の形に戻してから使いましょう。ログ映像と HDR。 HDR の正体？ログ映像と HDR は別のもののように思われるんだけど、実は大体同じなんだ。極端に言えば HDR という種類のログ映像なんだ。これを見てほしい。これは HDR の映像を普通の映像の目で見たものなんだけど、これまでの〇〇ログ映像と似てない？まあそういうことなんだ。 HDR は国際的に決められた規格なんで、比
覚に準拠した環境だったら本当の映像を見ることができるよってことなんだ。HDR とログの共存。前にログ映像の本当の姿は普通の映像に記録できないと言ったけど、例外を除きログ映像の本当の姿を HDR に記録できます。そうすることによってログ映像の本当の姿を HDR 機器で見ることができるよ。まとめ。てなことで、ログに対する誤解を解いてカメラの性能を引き出して楽しもう。終わり。